も素敵なドールハウスに囲まれて今お話をさせていただいてるんですけれども、お二人で作られているということで、奥様は福井のご出身なんですよね。はい、もともとこのドールハウスを始められたきっかけって何なんですか？ちょっと福井弁で喋ってみてもいいでしょうかね。はい、ぜひ。もともとのね、お母さん、うちの母親なんですけど、日曜大工がね好きやったんですよ。それで自転車小屋とか物置作ってたんですよ。ほんでね、だんだんエスカレートして離れまで作るようになって、でそれ見ててなんか子供ながらにすごいなって思ったのが初めてです。そうなんですね。なんか福井弁のイントネーションってなんか優しい可愛い雰囲気です ね。ちょっとだいぶ変わってますねこれね。ご主人香川のご出身なんですか？はい、私は出身が佐野市、志度、はい、平賀源内の生まれたところ、はい、そうなんですね。でこっちへ移ってきたんです。はい、まずは奥様がじゃあ始められたんですか？そうですね、騙されました。どういうふうに誘いを受けられて？おかず一品増やすからやってくれんか、はい、いうことでそれに乗ってしまいました。そうなんですか、奥様。そうですね、でもたくあんですね。たくあんが増えたんですね。たくあん一枚ね。いやでも本当にお二人の共同作業があってこその作品になってますよね。ありがとうございます。このドールハウスって一口に言ってもいろいろなスタイルがあると思うんですが、松香さんご夫妻が作るドールハウスのこだわりとか魅力ってどんなところですか？まずは明治大正時代の建物がすごく好きなので、はい、その時代の建物ってすごく豪華にお金をかけて作ってあるんですよね。はい、でその後昭和になって戦争があってって、だんだんこう質素な生活っていうのがなってきて、だからこの豪華なドールハウスっていうか建物を作りたかった。もうドールハウス歴でいうと何年ぐらいになるんですか？だいたい7年ぐらい。7年でこんなに作られたんですか？はあ、すごい。なんかこうドールハウスっていうとここまでこう建物全体っていうイメージがなかったんですけれども、そのあたりもこだわりになりますか？そうですね、普通今だいたいドールハウスっていうと、はい、お部屋の中だけとか、はい、お庭の一部だけっていうドールハウスが多いんですよ。やっぱりそれはいろんな会場に持っていくのに大きすぎたりとかね、うん、そういうのがお家に置くときも場所を取ったりとか、今の日本の住宅事情ありますから、もともとはドールハウスは海外のものなのでかなり大きいドールハウスだったんですけど、うん、はい、今も作っているのはみんな小さいですね。はい、だからうちはでもそれを一軒家にして、はい、お庭付き の、 スペースにするから全部がこうサイズが小さくなっていく、はい、そこら辺をどこまでリアルにできるか、そこら辺がこだわりですよね。でもいろんな材料を工夫していろんなものにアレンジしてる感じなんですね。そうですね、ストローとかね、はい、スプーンとかね、はい、いろんなものが見たら入ってますね。ああ、そうなんですね。じゃあもうお家にあるものほとんど捨てるものがないですね。そうですね。で、お二人のなんかこうご担当みたいなのはあるんですか？私は主に屋根と配線、はい、でちょこちょこっとアイデアを出させてもらってます。はい、なるほど。実はね、一つ一つライトが照らされて、これがまたすごくさらに素敵になってますよね。ありがとうございます。使ってる色が多分そういう雰囲気を作ってくれてるんだろうと思う。でも本当にライト一つあるとないとでは雰囲気が変わりますよね。全然違います。じゃあどこかでお勉強とかもされたんですか？ちょっと知り合いの方に教えていただいたんですけど、はい、それも最初はうちの家内が習う予定だったんです。はいはい、でいざその教室へ行くと私が座らされて、あんたやりなさいと3時間ぐらい特訓でやっていただきました。はい、なるほど。じゃあもうそこも奥様に乗せられて気がつくと、はい、そうです。
いやでもね、こういうなんか配線とかってなんとなく男性の方が向いてるような、そうですよ ね感じがしますよね、うん、私はもう触っただけでビリビリきそうで怖いですいやでも本当にこの雰囲気が幻想的になるので、お二人の共同作業だからこそっていういい味わいが出てますよね、うん、ありがとうございま す, ういますどうやってこれ作りたいなとかっていうのは決めてるんですか？ほとんどネットの画像とか、はい、あとは好きな番組があって、うん、BS で、はい、100年名家っていうのがあるんですけど、はい、それで古い建物を紹介してるんです。だからその番組を見て、はい、あ、この建物を作りたいなと思ったら、いろいろ今度調べて実際に作ってみる、はい、あ、なるほど。実際にその例えば海外に行かれたりみたいな思い出をとかっていうのもあったりするんですか？全然ございませんあ、じゃあもう本当にその資料を見てっていう、じゃあそのドールハウスを作ることで世界を旅してるみたいな、日本を旅してるっていう感じですかね。だから作品でグリフィスっていうのがあるんですけど、はい、これは福井の建物なんです、はい、でこれはもうたった1回だけ、それこそ15分ぐらい外側から見ただけで、はい、中を見ようと思った時にはまだ朝早くて時間が入れなかったんです、はいはい、でも外から 2,3 枚写真撮って帰ってきて、であとはもう家で制作して、はい、実際このグリフィスの中で展示をさせてもらえるっていう時に行ったんですけど、はい、この作品持って、で行ったら本当にこの壁の色とか中の色がまるっきり同じやったんですよ。で来られたお客さんが、うわ、うまいこと色出してるわっておっしゃってくださって、はい、ああできるんかなってね、その時はすごい感動しました、自分でも。実際にでもご自身が作ったものと実際の建物と並べてって、はい、なかなかできないですもん ね。だからその建物の中の部屋でこれを置いた時にお客様が見て、はい、俺らが今立ってるこの部屋はどこにあるでこの模型を見せて、うん、うちらが今いるのはここの部屋よって言ってすごい、いや、じゃあ隣はこの部屋なんかとか言ってね、うん、すごいお話が盛り上がって喜んでいただけました、うん、あ、そうなんですね。でも本当にそれぐらい精巧に細かく作ってらっしゃって、こういった建物を作るってなると設計図とかすごく大変なんじゃないのかなって思うんですけど。すごい痛いところを聞いてくれました実は宇宙人なもんで頭の中にしか図面がないんです、頭の中に図面があるのがすごいと思いますだから周りの人ついていけないです。いや、じゃあこういう風にしたいなってこう頭の中で描きながら形にしていくっていう感じなんですね。だから最初のイメージしたお家はあるんですけど、はい、画像とかで、うん、でも作ってるうちに、はい、あ、こっちの横から見た時この窓が見えたらいいなとかね、はい、うん、このちょっと扉開けたらこの部屋があったらいいなとかね、うん、はい、そんな感じでどん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 作っていくので、はい、最後には違った形になる。あ、なるほどなるほど、どん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 こう広がっていくわけですね、はい、でもそれもまた面白いところではありますよ ね。でも配線とかがね、はい、全然違うところにね電気くださいって言うからね、すごい困るみたいですね。その急な要望に対応しなくちゃいけないということですね、うん、最初ここだったのにって思って線を切るわけです、はいはい、ほんなら後から足さなきゃいけないじゃないですか、その分、はい、困りますなるほど、まあ、でもそういう苦労もありつつやっぱり出来上がった作品見ていくのって楽しいんじゃないですか。あ、楽しいですね。でその楽しいの私たちだけじゃなくって、はい、いろんな方に見ていただきたいなっていうのが常々思ってるんですけど、はい、なるほど。そういう公開する機会っていうのも設けられたりはしてるんですか？作品展に関してはもう不定期で、はいはい、させていただくんですけど、はい、あとそれ以外だったら東京とか大阪の、はい、うん、作品展で出展することがあるんですけど、はい、今はコロナで県外出ることができないんで、はい、早く状況が、ね、落ち着いて、ね、たくさんの方に、ね、この素敵な作品たち見ていただきたいですね、うん、ただご希望があれば、はいはい、いつでもおっしゃっていただければ、はい、ね、展示することはできますから、はい、前もって行きたいとかって、ね、おっしゃってもらったらまたこういうふうに
飾っておきます。それはすごく嬉しいです。実際こうやって見に来られると、私も最初にこの作品見るだけで気がついたら1時間ぐらい経ってたんですけどやっぱり皆さん長くこう見られる方多いんじゃないですか。そうですね、結構んでいろいろ細々と材料は何ですか、っていうような感じで聞いていただけるので、はい、こっちもやっぱ嬉しいからそれにお答えしてるとついつい長くなってしまう、はい、お話に花も咲きますよね。作品展何回かやってて常に来られる方がいて、普通はもう1回見たらもういいんちゃうのと思うんですけど、やっぱり3回目ぐらい見てたら、みんなここは何使ってるんやろとかね、すごい細かいところが見えてくるって言ってね、一番最初は入ってきてスーッと見て、ああすごいなあっていう感じで買えるんですって、で次2回目来た時には1個ずつ見て一応は見るんだけど、それでもなんか気がついてないところがある。で3回目見た時にやっと、あここにこんなんがいたわとかね気づくところがあるって言って、毎回来てくださる方います。いやそれすごくわかりますもう多分一件見るのに本当に隅々まで見たらそれだけで1時間経つんじゃないのかなっていうぐらい見どころがいっぱいあるので、いやぜひね本当たくさんの方に見ていただきたいなと思いますが、最後にお二人、これからなんかこういうもの作ってみたいなとか、こういうことチャレンジしてみたいなという思いがありましたら教えていただけますか。そうですね、この作品をどっかで定期的にこう入れ替えしながら展示させていただくようなところがあったらね、またそのお答え していきたいなと思うし、で、作品展とか、ワークショップに関しては不定期なんですけども、0878885-2777 まで、お問い合わせいただいたらいつでもお答えするようにしてますので、ただし留守番電話になっていることが多いと思いますけども、その説はよろしくお願いします。最後に奥様からも一言。これからも作品をねいろいろ作っていきたいと思うので、皆さんよかったらまた見に来たり、もうご自身も作ってみるような機会に触れられたらいいと思います、ぜひねドールハウスの世界というのも知っていただきたいですよね、これからもお二人で力を合わせて頑張っていってください。今日どうもありがとうございます。